こんばんはー。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 はい、こんばんは。というわけでね、ちょっと1時間ぐらいね、久々に手が破壊されてるんですけど、一部デッドバイデイライト久々にね、ちょっとやりたいと思います。マジっす。まあ放送でやるのは久々ですね。実はまあちょいちょいやってるんですけどね。まあちょいちょいっつってもそんなになんですけど、まあほんとちょいちょいやってるんで、まあ一応できんですよ。一応ね。マジ久々にやったな、このゲーム。いや、配信でね、配信で。ちょっとね、キー変更しなくちゃほんといけなくて。あとそのキー変更にちょっと慣れるの、まだあんまりそんな慣れてないんですけどね。なんだろう。左親指が使えないんで、スペースが押せないんですよね。一番、あと、しゃがみのコントロールが届かないんで、そこだけちょっとなんとかしなきゃいけないっていう感じで、結構右のマウスにね、キーを割り振って、まあカバーしてやるっていう感じに今なってますね。いや、もう固定されてるから、これ以上骨もどうしようもない。動かないから、これ以上はもうどうしようもない。どうしようもないというか、まあ、なんか強烈に無理な動き、本当に。とんでもなく無理な動きしない限りもう無理。もうこれ以上悪くなるというか、もうどうもならないと思う。あー、キリちゃん 240L ありがとうございます。そうなんだよ。このゲームね、左手の親指骨折してもできんだよね。神か？やるしかねえな。神ゲーをよ。見せてやるよ。左親指は骨折してもよ。骨折してなおかつ左手にガチガチにギブスがはめられてても普通にできるってところよ。お前らに見せてやるよ今から。うい。あ、小八さん800円ありがとうございます。先生こんばんは。初エリ失礼します。無理せず楽しんでください。ありがとうございます。そうですね、まあ1時間ぐらいやってやめようと思います。まあね、一番やべえのがもがきで、もがきの時は、もがく時は、右手からなんでギデオンなんだ、まあ、いっか。右手からマウスを離して、はーい。スペースを連打しなきゃいけないっていう。なんかスペース連打マクロ入れた方がいいかもな、今。この折れてる間だけ。スペースをポン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 と押すマクロだけ入れたいな。そうしないと、そのなんだろう、釣られ、なんで俺がよ、こんな思いでやってんのによ。まあよく切断できたもんじゃな、キラーさんよ。しかもギデオンにマップ設定したのになんでなんだろう、謎だな。今来たら首位。こんばんは。そうだね、無理せずやりたいと思います。やべ、始まんねえこのゲーム。俺の回線が悪いのか。結構ね、なんだろう、プラベとかやってんすけどね。プラベでちょっとある程度その動きが調整できてるんで、まあ細かい動きはちょっとできないんですけど、まあある程度は動けるんじゃないかなと思います。どうする、これで、これでめちゃくちゃチェイスしたらマジでどうする。
どうもこうしてもないんだけどさどうしようもこうしてもないんだけど、そうです、久々の DVD そうですね、あんまり無理しないようにします。はい、すいません、ありがとうございます。え、なんでしかもキラーじゃん、使ったの多分。マジかよ。じゃ左手のな、このなんか乾燥が本当うぜんだよな。一回なんかこうなんだろう、もうどうしようもないからってそのままにしといたらなんかすげえ乾燥してて、左手、あ、そうだよねってなったわ。乾燥するよねってなった。うわー、もうダメだ、俺ここ嫌いなんだよね。つまんねえこのマップこのマップ嫌いなんだけど、このマップチェイスできねえわ俺、下手だから。誰なんだこれ。お、あゆった800円ありがとう。こんばんは、無理のない範囲で楽しんでください。配信ご飯食べながら見るのでやるだけ置いて、ありがとうございます。あ、ビリーだ今、ウィンって聞こえてる。あ、でビリーならまあいるぞ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 。おお、同じ方向逃げちゃう、同じ方向逃げちゃう。まあそれは同じ方向逃げるかな。頼んだぞ、あとは僕ちょっと怪我人なんでね、チェイスはね他の方に任せて。発電機直してあそぼう。天才がいたっていう話ね。このままですね。あ、ルインマップある、ん？ルインマップあるらしいです。ルインマップってなんだ？ルインマップあるらしいってこと。今ルインはの場所固定されてんだっけ？ほぼ。地下か。行くしかねえな。地下に。ああ、こっち来るぞこれ。おお、どういう動き？どういう動き？え、どういう動き？うわ、なんだマジ？はあ、どっから来たんだよこいつ。やばいこれ。おお、危ない。うわ、ここいたない。しかも、あー、さよならビッチ。ふざけんな、一枚ぐらい置いとけや。しかもな、助けに行ってない。そうだね、全然考えてない方向が来たな。やばいね、これ。しかもなんか、まあ、終わったな。いや、まだ、まだだ。まだあるよ。やばい。ないかもしんない。当たってない、これ。うまいねー。ダメだこれもうあかんわこれはもうあかん、これはもうあかん。いや、まだあるぞ近くで。うん、あ、ないかもしんない。やばいな、見つかってんのか。
し。うわ、もう切なしなくなってきたな。じゃあ早く釣ってほしいな。じゃあ早く釣ってくれよ。俺から釣ってくれ。できればストライクモード入ってないのかな。ナイス、まだあるぞ。まだあるぞ。あいつが頑張れ。あ、ないわ、もうやめよう。もうない、もうマジでないわ。俺から釣ってくれ。早いな、わざわざ地下。お願いします。自分もいいっすか。ありがとうございます。一応形だけ抵抗しとこう。助けてたらな、解放だったんだけどね。抜けなくていいからね、めんどくさいから。あ、OK、まあこれはね、ちょっとマップ側です。あの、このマップいつまでたってもなんか理解度浅いんだよな。なんだろうな、どうしたらいいんだろうな。やった、レディ研究所だってなりたいな。お、スーパーヨーさんにふやんじゃる、ありがとうございます。先生も無理せず頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、無理せずに。あのマップマジ嫌いだわ。ラフト2人だとみんなずっと見てる気がしないんですか。ラフトってみんなでやったやつはまあもうないとして、まあ、やれないことはないか。はい、こまいらっしゃい。あれってなんか全クリみたいなのってできた、もう。まあできてないよね、多分。あのユートピアみたいなさ、なんか新しい要素は出てるっぽいけど、明確なクリアが定まってないとな、やる気しないな。まだできてない。じゃあいいかな。できたらやったよね、また。日向さん400ル、ありがとうございます。先生、久々の DVD 嬉しいけど明日は変なの打ちます。お手で気をつけて楽しんでください。お先におやすみなさいです。ありがとうございます。おやすみなさい。そうだね、まああんまり長いことやんないんで、おやすみなさい。ありがとうございます。あー、キャリちゃん240ル、ありがとう。お比べせながら今日ジグソーを聞きました。 ありがとうございます。歌ってみた、最高に良かったです。明日も早いのでお先に失礼させてもらいます。無理のように。ありがとうございます。次何歌ってみたらやろうかな。え、近っ。え、近っ。見とくかな。ああ、嘘だろう。
too fast。 いや早くねえか、どっから来たのこいつ。いや閉じるか。おーい、俺もジグソーって見て一瞬そうかと思った。トラッパー、いや遠いのかな、いや近く、はい、マジそう最速で行ったんだけどな。に居すぎじゃない人。え、なんで暴れてんの。やばくないそれ。やべえやつばっかりだな。これさ、怪我するもしかして、俺。オッケー。ペンス、そのままフラストだったら先生してしまいました。なんか、見てみてください。待ってください。ありがとうございます。めっちゃスキルチェック出る、なんかつけてねえか、これ。スキルチェック、そうだな。チェスしてんの直しちゃおっかな。じゃあ僕はスキルチェック、あいつでも死ぬな。そういえばあいつもがいたせいでもがかなければよかった。あれあれ、あ違うわ、それその左の、もう一個左の人か。あ、やべ、これは来るか。あ、いる。ああ。来たとは思わないんだ。なぜか。メス？パカ。よし。なるほどね。まあ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 。ストライクって使ったのかな？いや使ってないよ。あ、マリ。アンヌさん、800円ありがとうございます。先生、こんばんは、初デリです。先生に励ましの言葉をいただいて、センターで、自己最高得点が出なかった。すごいな。久々にリンリン、嬉しいですが、無理せず楽しんでください。ありがとうございます。なんか、そういうのいいですね。なんかこう、本番で実力以上の力が発揮できるのって素晴らしいですね、本当に。
あれ助けに行ってないのかな。やばいな、死ぬんじゃないか。あ、来たか。いや、嘘だ、本当に助け行かない。あ、マジ、すいません。あー、そういう感じ。そういう感じだ。あら、そういう感じだ。いや、行けばよかったな、こんなことなら。やっぱね、こう、なんか小柳田とかなさそうだな。誰かやるだろうっていうね、気持ちがやっぱこのゲーム、満身、あっ、満身を生むからな。しかも、もう、やつももう終わりだろう、多分。さて、どうなるかな。あっやべやべ、行った行ったわ。これはさすがに行ったんじゃない。え、チェイスしてんのかな。あ、してんね、やっぱ。なるほどね。死んでくれればいいんだけどね。そしたらハッチから出るんで。おやべやべやべ、どこにいるのか。この上にいるのか。え、違う、全然違うやん。しょうがねえな。だよ。なんかあそこ張られてそうだな。でもあそこの線切り、あれ蹴られてない。あ、蹴られてる。こっちの方とか板マジなさそうだな。はや、ファッキンスピーディーじゃん。うえてぇ、なに助けてくれ、やめてくれ。待て待て待て、俺に言うよ、頼む、俺に言うよくれ、俺に言うよくれ。チェイスさせてくれ、一回でいい、一回。遅いわ遅いわ、外れんのが。やべえ、終わったか。と見せかけて、こいつが油断したら俺は解放で逃げる。だから許してくれ、どっか行ってくれ。嬉しそう、嬉しそう、嬉しいよね。あ、ダメだ、使えない、最後痛い、すいませんでしたくそな、怒る。やべえ、あんな意味不明な、意味不明な罠仕掛けてると思わなかった。ね、なんだよあの罠。
そしょうもねえような引っかかったな。マジ外れなかったね。モンスターが外れてくれたかな。全然よかった。だって5、6回ぐらいやって外れたもんね。脱出したいね。日本で頼む。これ日本じゃねえだろ。なんかわけわかんない、ロシア語しかないところに部屋に入れられるからな、たぶんこのゲーム。そうだね、さっきのはパーティーセットっていうアイテムを使って爆竹みたいなやつ。DVD って操作難しそうですね。そんなことないと思うけどね。まあでも俺慣れてるだけなのかな。これなんかもしかしたら俺やけに何ロシアなんか俺やけに、もしかしてもうやけに重いやつ来た。これ前もなんか急にめっちゃ重くなった時あったんだよな。なんだったんだろう、あの潰れた時、あの時でもまあルーター再起動したらすぐ直ったんだけど、また始まったのかこの虫たち。なんかやけに重いもんな。なんか日本だろうがなんだろうが関係なしに重いんだよね。ね。いやルーター再起動するかどうなんだろうな。一回放送つけっぱにしてあれしたらどうなんだろうな。あ、軽いわ。いけるわ。やーいだー。はーい。よし。大丈夫だったね。たまたまさっきのが俺んちから、多分あれは沖縄とかかな、さっきの部屋は。沖縄か、うーん、稚内とかね、こっちの方かな。いや、本当に？本当に？ザ・釣りやる。おい、おう、おう、はい、I'm sorry。 え？
あーごめんね。あれれれれれれれ、なんかどこ行っちゃったな、どっか行っちゃったなっていうか、なすった形になったわすまんな、そんなつもりはなかっと、なかしくん。あ、別にここつけなくてもいいのですね。もっと雑魚い発電機つけたらいいかもしれない。スキルチェック下手くそなんだよな。いいよ。いいね。なるほどね。終わったか。このジャングルジム超強い。なんだ、ずっとバリバリやってんなあいつ。これいいね、これ弱い。あやったか。オーマイガー、頑張れあやったか。いいぞ。じゃあやたか見に行くか。やべ、間に合わないか。やべ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 、ちょ見に行きすぎた。あれ、あーこういうの人ないの。いや、あれ発電機やってんのかな。あれ、ナイス。あれ、俺がつけてた発電機、あ、ついた。マジ？え？どういうこと？あのさ、まずそれは出てからみたいなね。おお、やるね。うわあ、そうだよね。ああ、残念だったな。選ばれたのはあなたかでした。さあ行くか、俺の仕事終わった。やべえ怒ってる。ごめん、違うんだよ違うんだよ違うんだよ、指示されたんだ。俺は指示されたんです。あ、ああ聞いてくれたか、俺が指示されたということを。
探すか。ダメだよドリブリッシャー、先生堂々食らおうよ DS。 結構厚み固まっちゃってんのかな。あ、あった。これでもノーワンの可能性あるな。お、やべ、ガチやべ、これガチやべ、やべ、ガチやべ、これ死ぬかもしんない。うわ、ノーワンだ。やべ、死んだ。いやいーんだよね。なんか尊敬したわ。そこにあんだよな、ノーワン。やべー、いやでもしゃあないな、これ死ぬしかないかもしんない、仲間と考えたら。せめてな、解放が発動できればな、もっと嫌がらせできたんだけどな。これはキャンプ不可避。なんだよね、そのそこにノーワンが。解放があればな、マジで。いやー無理かな、死のっかな、もう。だよねー。いや参ったな、これは。あいよ、それいいね、その動きいいね、とりあえず。とりあえずその動き。あべ。やばい、左手じゃ連打力がめちゃくちゃ低いんじゃわし。左手の連打力の低さに定評のある。やべ、ドア開けても動かない。やるね。鋼の意志でキャンプしてるこいつ。アイアンビルじゃ。あ、しんどい。左手連打力ない。やばい。いやー、これ死んだ方がいいかな。いや、でも、今もうここまで来たら俺が今死ぬタイミングが、今死んだらまずいような気がするな。とりあえず、どちらにせよ。どちらにせよ。とりあえず、仲間が逃げるまでは待ってるか。これは仕方ない。ちょ、連打マジ連打させんなや、連打させんなや。連打きついんだって。まあ、しゃあない、仕方ない、俺が悪いわ、やられた私があるんです。プラットポイントちょっと使おうかな。
もうな、なくなっちゃったからな、プレゼントボックス。最悪だわ。キャンプスキルレベル15だな。あ、誕生日おめでとうございます。今ね、ちょっとウィンタースポーツで骨折したんですよね。アドレナリンいいね。3になってくれたらつけたい。マジでめっちゃ近くに住んでる人じゃなきゃマッチングできないのか俺は。はい、こんばんは。どんくらいで外せんだろうね。あ、中国だ。なんかチームだと思われてそうだな、さっきの。お、来た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 。なんでやねん。いや俺でもね、マジで骨折してからすげえ、まあ今日は骨折してから一番不健康な日だったかもしれない。で骨折してから本当にすげえ食とか気をつけるようにしてて、一日一回絶対なんか魚を取り入れたこう、なんだろう、バランスのいい食事を絶対するとか、まあ絶対2食は食べるようにするとか、あと運動って言ってもまあそんな走ったりとかじゃないんだけど、まあ、外に出るようにするとか、外に出るっていうか、まあ歩いたりするとか、日差しを浴びるようにするとか、コーヒーを飲まないとか、めっちゃやってるわ。あと牛乳を1日1回飲むようにするとかね。普段ね食べて、まあ食べない時もあるから本当に。そうそう、すごいね。海鮮そうだね、あんまり良くないかも。結構ね、逆にこう骨折してない時よりもちゃんとしてるね。まあアルコールも飲まないし、タバコも吸わないから、そこに点に関しては別にいいんだけど、なんかバグってそうだね。これ牛乳とかね、本当に牛乳単体で飲むってことを本当に10年以上してなかったかもしれないけどね。でも牛乳買って飲んでるからな今。全然好きじゃないけどね。でも別にうまいと思わないけど、まあ飲まないより飲んだ方がいいかなと思って飲んでる。牛乳を単体で飲むってね、ほんとしない。牛乳ってものをちゃんと買って牛乳を飲むっていうのね。別に子供の頃から牛乳全然好きじゃなかったから、
全然飲んでなかった。それでお腹壊しちゃわないんだよね、別に全然大丈夫だった。急に重くなる。あら、完治までどんくらいなんだろうな。完治は結構時間かかるかもね。あとまあ3週間ぐらいかな、最速で3週間とか4週間とか。マジで完治っていうのは、なんで誰も来ないんだよ。逆になんか、そう、いや、あのね、骨これで2本折れてんだよね、これ1本じゃなくて。だからね、だから長いんだよね。そうだ、今の食生活ちゃんと続けてたら、まあ治り早いかもね。何もしないで、こう、健康とか何も気づかないでやるよりは。お、小春さんに100円ジェルありがとう。人生初エール、どうぞどうぞ。早くマッチングできますように。来たよ。そのエールが来た瞬間に来たと言っても過言ではない。ありがとうございます。なんだ、なんかやべえもんつけてるやついるぞ。治るのまだ長いんだけどね。でもなんかこう、やっぱこう、なんか、またそれも、まあ、逆になんだけどね、逆になんだけど、なんかやっぱマイナスなことばっか考えてると治りも遅そうだなと思って。だからなんか、まあ、骨折してるからなんかあんまり家で動きたくないとかさ、なんか放送とかもうやめとこうかなみたいなさ、そういう風になんか腐らないようにしようと思って。それって良くないことだなと思って。え、ちょっと弱いと思って。うわー、ジョンジョンじゃんこれ。しかない。あ、そういう感じ。今の声聞こえそうだ。ああ、これ見えてるのかな。人間的な動きするんですよ。ナイス。骨折してる時の方が放送頻度高いかもね。
逆に。爪切んのとかがめんどくせえんだよな、マジで。爪とかマジ足の指使って切ってるからね。つけてーなー、ナイスよ。ここつけれんのでかい、ここがあるから。あそこもつけたいな。あ、そこじゃなくてね、ここね。スキルチェックの針が、滑らかだからやりやすいな。あ、解放か、いや、解放か。絶対ミスんねえ、このスキルチェック。俺は、あれが、俺は別に関係ないのか。解放を使うために助けてえな。なんかこういう立ち回りになっちゃったけど今。いや、爪切りの足でちょっとなんだろう、こう滑らないとこにあって足で踏んで切るみたいな。なんかこう挟み込む、床と挟み込んで切るみたいな感じでやってる。シャワーとかも面倒なんだよな。やっぱ親指一本使えないんだけど、こんな面倒くせえんだなと思って。これは、あら、いいわね。任せよ。助けに行くの任す。おい、あんないたんかい。じゃあ俺助けに行くわ。お助けさせるよ、マジで。これは頼むぞ、頼むぞ。さあ行け。それやばくない？しかも貪られる希望？マジ？それやばいな。順調にやばいじゃんそれ。あの発電機直してくれ、頼む。早く。解放、助けられてないから解放発動してね。最悪。早くこの発電機つけてくれや。この中にとてもあるでしょ、やっぱり。壊してんだ。むさぼられる希望であってくれ。ナイス、天才。
マジか。まあでもこっちと、ここと、あの上で揺さぶれるからつけれると思うんだけどね、初めて。あそこを止めてくれれば誰かが。ああ、止めようとしてる。かなり離れてるな、初めて。終われまんだ。ちょっと気悪いなこれ。あ、死んじゃうよな。近くない？太鼓聞こえてるでしょ。この発電機もどうなの？バレてないのこれ。マジそれ。そこの船つけてくれてんのかな。つけてなかったらやべえんだけど。もしかしてチェイスしてる？いや、してるのか。ナイス。あっちだ。久々に出られるかこれは。ちゃんと回ってこれたりしてるかな。あ、いたいたいた。大丈夫か。ユージ、ユージやれんのか。ユージ逃げれるか。ユージ、あ、ユージ逆に俺出た方がいい。もしかしてユージもしかしてハッチ見つけてる説ある。よし。しゃあ脱出。オッケー、二人脱出できたな。これで完璧だ。完璧に二人脱出できたね。いやーよかった。やっぱこう地道に発電機をちゃんと直してた。全然もうトライアングルみたいなやつもんね。発電機を全く固めないように発電機回してるからね。いやー素晴らしい。やっぱ頭脳プレイっていうのはまあいいこと言うんですよね。いやユージも脱出してたっしょ今。俺ちょっと今の感じだとね大丈夫だと思うけどね。あの感じ勝ってたし俺。ちょっと最後ちょっと見れてないけどギリギリでもあの感じだとユージも多分脱出できてたと思うよ。いい感じだって空気良かったしあのチーム。してたしてた。ユージも
楽しそうな顔してたよ。最後ルイン破壊してスリーポイントゲットだぜって言ってたよ。ユージも大丈夫だから大丈夫と思う。はい、おやすみなさい。ありがとう。これが最後にしようかな。1時間だし。ユージも脱出してたよね、ある意味ね。うん、こんばんは。おい大丈夫かこれ。始まったら一人いないパターン来たな、これ。やめてくれ、お店やらしてくれ。よいしょ。わーい、カズコンさんに余計ジェルありがとうございます。ラストファイトです。ありがとうございます。ラスト気合い入れていくか。やっちまうか。やべ、これ本当に3人じゃない。それかこのまま始まらないバグか、始まらないでずっとこうなってるバグか、実はもう始まってて俺だけが始まってないバグか、キラーが言えなくなるか。いやこれ俺だろ絶対これ。いやもうこれでダメだったらもう今日終わりだよこれ。ラストファイトもなし。さっきのユージと脱出したのがラストファイトですね。さすがにちょっと起動し直してもう一回やる気しないわ。ユージの呪い。え、カースオブユージってこと？やべえ、やっちまった。いや、なんで呪われてんの逆に。なんでだよ、俺が何したってんだよ。しょ、いやこれ絶対一人いないから、むしろ俺しかいないかもしれない。ほら二人しかいない。もう終わりよこんな。最悪のマッチ来たなこれ。おしまい。もうガチガチにチェイスするしかねえ俺が。マイケルだな。怖っ。怖え。天才かよ。二人で勝ったらあちいぞ。見せてやろうぜ。来たの親父。親父追われてる。あ、追われてるわ。これね、逆にね、これね、これに執着すると思う。この発電機に。人数が少ないから戻ってくるんじゃないかっていうあれで、多分あれ執着すると思う。だから俺はこれやる。いや、いきなり来るのだけやめて、本当に。いきなり変なところから来るのだけはマジでやめてくれ。ガチ。いたいたいた。やべ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 。
牙をなくしたため息が砂ぼこりを巻き起こして、思わず僕は口を塞いだ。悲しみで毒さいた毒されぬよ、あれからもなお光年先まで歩いてきたのだろう。見上げた空揺れる、やべやべやべ、バレる、バレる、ありがてお、いてめえ、俺な骨折してんだよ、わかるか、骨折してるのにお前窒息されてんだぞ。お前こいつもしかして立ち寝ないか、やべえ、おやばい、でもあ、ラッキー、なんだ、うわラッキー、危ねー、電波一回入ったの時、多分奇跡的に、バカ、ごめん、ここでやってると思わずまん、いやー、それはごめん、それは申し訳ないけど、いや、そんなとこでやる必要は、でてか、発電機一個も持ってないんだそういえばこれは負けたな、さすがに1個治ってない、1個も治ってないのまずいな、今の時期発電機回してなかったんじゃないか、もしかしたら。キャンプしてる場所なんだよ、言っても、うわー、そこ行ってたのか、ごめん、今見えなかったっつったので、頼む、わけわかんないとこ行ってくれ、このここに寄られたら終わる、
声で。あ、もうダメだこれ。終わったわ。助けらんねえな。まあ嫌がらせしてもらうか。いや助けるか。気合い。来た。行け。俺死ぬな。いやーマジか、あれルイン壊してたよな。ルインあったのかな。まっしゃあねえか。この場合ハッチ出ません。あ、でもなんか見逃されてんのかな。あそこで回復してるってことか。お、なんか巻いてるな。なぜか。どこ行こうかな。なんかチェイスできそうな場所に行こうか。つってもな、割と板使っちゃったんだよね。もう発電機に対してのこの板じゃちょっと厳しいかもな。あとなんとなく覚えてるって言ったら2枚ぐらいしかねえな。そんなとこまで行ったの。つってもな、もう無理なんだよな。あとチェイスできそうな場所があるかな。ここに窓か。ここか。ここ使えるの。うわやばい。はい、使わない。節約の民です。プリーン早くです。まやかしね。うまい。それは分かんない。やばいかも。つい突っ込んできそうだな。うわやばー。ここまで戻ればよかったな。いやもうやめたいんだけど、ね、もうやめたい。このこれもうあれ希望がない。このマッチやめたいんだけど、もう希望がないんだけど、このマッチ勝てないんだけど、もう絶対切断したいな。
もないし、どうしよう。しかもな、助けちゃってるからな、解放でき、解放したら出ちゃうんだよな。 Why? Fucking やばい、あ、終わった。 Goodbye お兄ちゃん。メメト？ね、違うんかい。いいよ、つってもう、つってくれ。なんでそこ、そこでもう釣れたやん。解放も使えないしな。やっと終わったあー、やっと終わった。いや、総合したら3台分のチェイスは絶対にしてたはずなんだけどな。まあ初心者の人だったのかもしんないね。仕方ない。こんな時もあるか。まあ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 。今日はこのとこにしときましょう。うん、こんなとこにしときましょう。うんうんまたね。あ、マイヤーさん200円 JL ありがとう。お疲れ様です。チェイス、まあでもなんかさ、やっぱ発電機回んないとさ、なんかうわ、やってるやってるって空気出ないよね、なんか。わかる？うお、発電機何台分でチェイスだみたいなさ、なんか発電機で換算されるじゃんチェイスって。だからなんか発電機1個回ってないと俺が全くチェイスしてないみたいなさ、感覚に陥るよね。なんかみたいな、あれみたいな、俺もしかして今チェイスしてたの5秒みたいな。うん、でも楽しかったね、やっぱ放送でやると楽しいな。あ、イタリちゃん240円ありがとう。やっぱり先生の DVD をあれが一番ですね。完全復活またす。ありがとうございます。おにおさん、800円ありがとう。おつですね。チェイスした。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。ありがとう。ありがとうね。まあでも、まあまあまあ、まあまあ動いてたかな。まあまあ。まるで幻術にかかったかのような気持ちになる。はい。そのわけで、明日は、明日も別に。多分大丈夫。明日も多分なんか放送すると思うんだよ。今でしたらぜひ見ててください。そんなわけで。お疲れ様でした。ありがとうね。おやすみ、おやすみ。またねー。